ふじゃ迎えに来たの姉ちゃんのこと行く？して行く？あ、降りてきた姉ちゃん。何待ってんの？何待ってんの？さっき食べたんでしょ？姉ちゃん聞いたよ。ねえ、姉ちゃんが私が帰ってくる前に私の弟がね、ご飯あげたって聞いたんですけど。じゃあ流されないよ。そう、ご飯をさあげてない時にちょっと帰りが遅くなったとかで、ね、私が帰ってきた時に僕はご飯もらってませんけどみたいな顔でこうやってさ待つんだよ。頭がいいんか悪いんか。いいんだね。食べたんでしょ、太っちゃうよね。食べたんでしょ。え、これ本当に食べたんだよ、ぶんちゃん。マジで別に意地悪してるとかじゃない。結構あるこういうアピール。気づいてないよなみたいな。上まで迎えに来てそんなにアピールしたかったのか。頭いいな。多分あそこで30分は粘るよ。お散歩行こう。お散歩行こう。お散歩行こう。お散歩行かないの？いや、ご飯食べたじゃん。いい、なんで？お腹減ったの？もしかして。え、ご飯食べたでしょ。下がった尻尾が。上がった。ぶんちゃんどうしたの？姉ちゃんがさ嘘ついてるみたいなんじゃん。本当にあげたんよ、うちの弟が。ねえ、もし量少なかったの？そんなことないと思うんだけど。これ怪我じゃなくてね、口紅のテスター。めっちゃ真剣な顔してる。ダメだよ、おデブ長なるからね。騙されないか。それいつもさ、うちがご飯あげてるからさ、たまにあげないとこうやってアピールしてくる。いやいや、お姉ちゃんからはもらってないよみたいなね。行こう、ほら、およ、はい。ね、食べたならさ、な、お散歩行こうよ。行かないの？一人で行くじゃん。食べたんでしょ。ねえ、演技派だな。